アツバニマイガイとは、固有弁エラーコウ、イカクカツナ、ルディスト、スガイなどとも呼ばれる。アツバニマイガイは、ジュラキに出現し、白亜紀末に絶滅した、中世代特有の二枚貝である。特に白亜紀中期以降に繁栄し、世界各地の低位度中位度海域で大規模な小を形成した。アツバニマイガイは、白亜系の石灰岩の中に多産するため、ヨーロッパでは、 建築石材に含まれる身近な化石として知られている。厚場二枚貝の多くは、原生の牡蠣や車庫貝のように、片方の貝殻で海底に固着した生活を送っていた。この生態のためか、二枚貝とは思えない非常に奇妙な形状の殻を持つものが多い。また二枚貝としては、比較的大型で厚手の殻を持ち、殻の内部や表面に複雑な構造を発達させた。 一般的に二枚以外の分類は、貝殻の蝶舟部分にある葉の形状が、決め手となる。厚葉二枚以外では、厚手の葉が非常に大きく発達する。そのため、パキドンとバイバルブと呼ばれるようになった。これが、和名の厚葉二枚以外の由来である。厚葉二枚以外は、この蝶舟部分が極めて頑丈にできていることから、立体的で多様な殻の形状を獲得することが、できたと考えられている。 なお、上木のレベルで、ザルガイ目と同じ、ザルガイウアに過労う手属するが、系統上は極めて遠縁である。厚葉二枚貝の直径の子孫は現存していない。厚葉二枚貝は、従来後期オックスフォーディアン期に出現した。葉の形状などからメガロドン化から進化したことが、想定されている。白秋前期以降は、急速に種が分化し、個体数が増加する。 特に白秋後期の厚場2枚以外は進化速度が速いことから低緯度から中緯度回域に限って市順化石として用いられている。白秋前期以降に厚場2枚以外の形態は急激に多様化し個体数が増加した。特にヒップリテスカやラディオリテスカ、アンティロカプリナカなどは他の増殖生物を排除し独自に小を形成するようになった。 白秋後期には厚葉二枚以外を主体とする大規模な章が世界各地の低緯度海域に形成された。中部大西洋や鉄地海などでは厚葉二枚以外が大型増殖生物のほとんどを占め、それまで章を構成していた六っぱなし産後をほぼ完全に駆逐してしまった。厚葉二枚以外の章は大きなものでは、総圧数百メートル、幅数百キロメートルにも及ぶ。例えば、 北アメリカ大陸では、メキシコ湾岸から、カナダ南東部にかけては厚場二枚マ以外の省が広く分布する。厚場二枚マ以外は空撃に富む、石灰岩を形成するため、それ自体が良好な石油貯留岩の役割を果たす。実際ペルシャ湾岸地域では、油田の多くが厚場二枚マ以外からなる石灰岩の中に、敗退することが知られている。そのため、厚場二枚マ以外は、 石油炭鉱でも重要な地位を占める。多くの海洋生物と同様、厚葉2枚以外は白亜紀末に絶滅する。ジョンソンは、厚葉2枚以外の個体数は、絶滅事変の250万年前から減少し、計ピコグラム協会の50万年前に厚葉2枚以外の、絶滅速度はピークを迎えたとした。しかし現在では厚葉2枚以外は、絶滅事変の直前まで生存し、 K, ピコグラム境界絶滅事変で絶滅したと考えられている。すべての厚場2枚以外は海星であり、海底で生活していた固着性の定性動物である。出現最初期の厚場2枚以外は巻き貝の殻を左右二つに合わせたような形状をしている。十ューラキ・マキチトニアンキに新調した右柄で海底に固着するものが出現し、その後形態が多様化した。 例えば、ラディオリテスカやヒップリテスカは、産後骨格のように円筒形の形をとる。カプリナカは、金管楽器のように渦巻いた形をとる。アンティロカプリナカは左右の殻が、水牛の角のように球状に湾曲した形をとる。ヒマキ貝型の厚場2枚以外の右殻は著しく、伸長し、海底や他の一方、左殻は縮小したものが多い。 不等核のグループでもアンティロカプリナ科のように海底に固着するのをやめ、二次的に海底に横たわる生活様式を選択したものもいる。一方、左柄固着型のグループは、その進化史を通じて、殻の基本的な形状はほとんど変わらず、ラディオリテスア目のような形態の多様化は起きなかった。基本的な殻の形状と生活様式圧波二枚以外の個体の大きさは様々で、 拡張が数センチメートルのものから1メートル以上に達するものもある。特に、大型のタイトパーノサーカライツは左右の殻を合わせた、長さが2メートルにも達する。一般に、2枚以外の殻の大部分は荒れ石からなる。しかし、厚場2枚以外は、例外的に崩壊石の外装を厚く発達させた。特にラディオリテスカやヒップリテスカなどの白秋中期、 以降のグループは、崩壊石の外装を厚く発達させ、殻の表面に様々な装飾を発達させた。彼らが増殖生物として反映できた理由はどうやら白亜紀特有の極端な海洋環境にあったらしい。当時の熱帯の海水温は、現在よりも6摂氏14度も高く、また、塩分濃度も現在よりも高かったらしい。このことが、サンゴなど、 他の増生生物に比べ、厚場二枚以外が反映できた理由だとする説が発表されている。さらには厚場二枚以外の殻の形態や組織の観察に基づいて、厚場二枚以外の一部は、原生の車庫外のように、外頭膜にカ冑チムを住まわせ、強制していたのではないかという考察もなされているが、異論も多い。厚場二枚以外の分類の概要は、以下の通り、 なお研究者によっては、ヒップリテスメの祖先と考えられるメガロドンメも、厚場二枚以外と呼ぶ場合がある。ヒップリテスメ、ヒップリチダ日本国内からは、高知県の上市と佐川町、愛媛県の西予市の上部ジュラ系下部白亜系の、石灰岩からは、ディセラスカ、エピディセラスカ、モノプレウラカなどが産出している。また、北海道の夕張地、日高脈、 岩手県の田野畑村、群馬県の南木村、長野県の赤石山脈、愛媛県宇和島市など、日本各地の白亜系から、レクイエニア化、ラディオリテス化、ポリコニテス化、カプリナ化などが産出している。一般的にヨーロッパのものに比べて、日本の厚場二枚以外は孤立した断片的な山上を示すことが多く、個体数もわずかである。ありがとうございます。